日経気になるキーワードでは日経電子版の検索機能を使ってキーワードを紹介していきます今回のキーワードは温暖化ガス実質ゼロです菅首相は10月26日の初心表明演説で温暖化ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を表明しました今後どのような点がポイントとなり企業にはどんな影響があるのでしょうか 日経電子版で温暖化ガス実質ゼロと検索してみましょう400件以上の記事がヒットしましたそもそも温暖化ガスの実質ゼロとは何のためなのか今日の言葉から見ていきます記事によると2015年に採択された国際的な温暖化対策の枠組みパリ協定では世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5度以内に抑えることを目標としています その達成のために、2050年頃に世界の温暖化ガスの排出を実質ゼロにする必要があるとされています。この記事によると、政府はこれまで温暖化ガスを2050年に80%削減、脱炭素社会を今世紀後半の早期に実現すると説明してきました。ゼロまで減らす期限を示さず、環境問題に消極的だという批判を受けてきました。 今回2050年に実質ゼロにする目標を示したポイントとして記事には来年夏をめどにエネルギー基本計画を改定すること国際的に活動する企業が対応を急いでいること機関投資家が環境保護に重きを置く企業に投資をする ESG を重視していることが挙げられていますこの3点についてこれからどうなるのか具体的に見ていきましょう まずエネルギー基本計画についてこちらの記事から見ていきましょうエネルギー基本計画とは国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す計画です2018年に決定した現行の計画では2030年度の電源構成についてこのように定めていました温暖化ガスを実質ゼロにするには石炭火力の縮小が欠かせませんが原子力には国民の厳しい視線が集まっており 梶山経産大臣は次の計画で再生エネを他の電源よりも上位の主力電源にする意向を示しています二つ目のポイント企業の対応についてです菅首相の所信表明後には JFE スチールが新型設備の導入で CO2 の二割削減を決めたというニュースや東芝が石炭火力発電所の新建設から撤退するというニュースもありましたね 企業による温暖化ガスの削減の動きが今後も広がることが考えられます3つ目に ESG 投資についてです日本生命が来年から全ての運用資産で ESG の観点を考慮するなど機関投資家による ESG 重視の動きが広がっていますこちらの記事によれば今後は政府が掲げる新たな目標に対応するかどうかが企業価値を左右し 産業構造の転換を促す目標となりそうだと書かれていました温暖化ガス実質ゼロは国も企業も私たちの生活も巻き込む大きな目標になりそうですね今週もご視聴いただきありがとうございました皆さんの気になるキーワードもぜひコメント欄にお寄せください日経電子版では朝刊一名を読もう平日毎日更新していますこちらも合わせてご覧ください